コンマこの力をうわっ射程負けしてる。これ登ってくるわ。うわどうもチャップです。スプラトゥーン2をプレイしていきたいと思います。ということで今回はですねアップデートで強化されたスプラマニューバーシリーズからスプラマニューバーコラボを持ってきたんで、昔一時期めちゃくちゃ強かったスプラマニューバーコラボをね再現したろうやないかというね思い出に浸ろうのね動画回になっております。さあとりあえずマニューズアップジェーボンにナイス。さあ決まりました。これで今回絶好調ですよ。ほんまにね皆さん最近さスプラマニューバーコラボねびっくりするぐらいねみんなとおい射程長いやんけ。ちょっと説明してね、説明させてくれ。ほんでさびっくりするほどねいっぱいねいっぱいちゃうわ見なくなっちゃった今はね。でも昔はねいっぱいいたんですよ。しかもいっぱいおったししかも使ってる人がねまた上手いんですよね。だからすごいね時代があったわけなんですが、ちょっとねなんかいっぱい来てんねんけど、ちょっとめちゃくちゃ怖いねんけど、これバルバルまで倒せる。ちょっとね魔漢光殺法も来てるじゃん。ちょっともう怖いんだけど。なんかいっぱいおるんだけど、ちょっとほんまにこああちょっとやばいんだけど、すごいやばいんだけど。ちょっと一回落ち着こう、喋りたいね。ほんでね一時ね本当にめちゃくちゃ強い時代があったんで、アプデ強化入ったからその時代近づけるんじゃないかっていうのを検証していきたいわけ。でもほんまにねさっきも言ったけど全然見なくなっちゃいましたね。でアプデ強化の内容なんですけども、このマリオステップ自分にナイスの時のインク消費量を 9% やったのが 7% に 2% 安くなったとねいうお値打ち価格になっておるわけなんですけど、まあ、それがどんな感じでどんな感じでランデブーなんかっていうことやね。オッケー今のは狙えた。今のはいけるというなんか謎の自信感があって嬉しかったですね。ハム太郎がなんかとっとくハム太郎、あでもこれハム太郎ハム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 ロースハムお中元みたいな、なんやそれ。ロースハムはねよくもらうんだよ。そんなもんなんじゃないの、ちょっとよくわかんないけどさ。まあ、てやまやしながら、まあ、頑張れてるとこ、あ、ちょっとやばいよ、あのスクイックにやばいよ、あのスクイックにめちゃくちゃやばい。あ、なんか、残って、なんかおるくらい、なんか、おら大丈夫、バルンバルンバ投げて、なんとなく牽制色さあ、ジェットスイーパーの射程の暴力もあるし、あれ、真ん中で固められてたらさ、これ、シューっていったらあれでしょ、やられるやつでしょ。これ、シューっていったらやられるやつじゃ、ほんまにもうそんな気しかせえへんのよ。こっちから行こうか、僕も。あっちから行くのが非常に怖いんで、こうバルンバルンバとか出して、ちょっとあれ、ちょっと、え、なんなんチャップみたいな感じをこう出しつつ、ここの人をこう確実に、あれエイムがおじいちゃんやった。あかん、僕じゃあ最強時代を実現できへんかもしれん。これどうする、どうやって攻める。なあ、どうする皆さん、マニューステップ自分になんすけど、できへんのじゃん。なんかさ、陣地さ、超攻められててさ、もうどうしようって感じ、こうローラーオンのしてんねん、僕してねん、これスーパーチャップ来る、来た、たおっしゃやよしよしよし、行くぞ、いいよ、絶好調、この感じや、味方たち任せてくれ、僕がこじ開ける、僕に任せて、もう僕に全てを任せてくれへん、ちょっとどう任せてみひん、スーパー、このスーパーお肌すべすべ、ジェットパックボンバイエもあるよ、ほんま、この力を、うわよし、安心セキュリティできましたね。まあ、これが今の次世代のスプラマニューバーコラボなんですよ。ただ、たった 2% やんって思った方もいるかもしれんけど、インク管理ほんまに 2% やけど、だいぶ違うんちゃいますかね。昔やったら確実に僕もインクおじいちゃんやん言うて嘆いてたけど、なんかいい感じで立ち回れるから、この 2% 多分かなりでかいと思う。はい、じゃあお次ビーバースパークで老舗のマニューステップ自分にナイス、伝説の匠の技というのを皆さんにまた見てもらいましょうか。うわ、スクイックリンだけが怖いけど、まああとは大丈夫かな。さあマニューステップ自分にナイスからのセルフスプリンクラー、あーいつもよりも多く回れます。やっぱりスライドゴロのねインク消費量が 2% 安くなってますから、いつもよりも多く回れるというこのアップデートもありますね。セルフスプリンクラーがやりやすくなるというアップデートも入っているので、そこをどうやって見せつけていくかということではございますが、おい、こわ、え、来るスクイックリンの人、スクイックリンの人来えへんけど、あ、これバレてる、あー、バレてるね、これバレてる、これ乗る、これバルンバルンこの上、あ、乗りかけたな、危ないな、帰るわ、うわおよう生きてた、自分にナイスしておきましょう。あの角っこに隠れてたら結構生存確率が高くていいですね。あ、うまっ、今上チャージキープこれ倒したんじゃん、今のめちゃくちゃイケメンやってる、これおるんちゃん、まだ大丈夫、あ、おる、あ、なんかしてる、お肌スベスベジェットパック、お肌スベスベジェットパック、そっちにもおるやないか、ジェットパック、そっち降りていったら大丈夫か、ジェットパック、全然お肌のノリ悪いやないか、やばい、今日ちょっと待って、化粧のノリ悪いぞ今日。
やばい、お化粧できへん。これ、これどんだけ、あ、だってこれ怖いな。これ待たれてるか。いやでもこっちは、あ、これ上登るんちゃうか。あ、乗ってる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 。トゥルルルルルトゥルルルル、うっと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 、どこどこどこですか。これどうする。これどうする。あ、バルバルマ乗れた乗れた。あ、バルバルマ、うわ、やっぱめっちゃ怖い、めっちゃ怖い。やばい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 やばすぎる、やばすぎる、なんかやばすぎんねんて。てんやわんや、え、すくいっくりなんか壁越したみたいな感じや。うめっちゃ、うなんかもうてんやわんややん。気づいたら一周回ってやられてるみたいな。あ、これ来るよ、ここ。あ、くる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 、あ、くるくるくる。あ、危ない危ない、微妙にやばい。おいおいおい、寿司コーラ、アップデート強化された寿司コーラやんか。どっちもさ、アップデート強化兄弟同士頑張ろう。わう、潜伏していたぜ、予想外でした。そう、ボールドマーカーの下がね、おったように見えてさ、あれなんで寿司コーラなんやろうと思ってたら、おったんや。危なかった。あ、これやられるやつや。そんな、そんな、でっかいでっかいでっかいバルンバルンバでっかくする職人みたいなことしてたからめっちゃ射抜かれたじゃん。ヤバチャップということで飛ばしていただきましょうか。大丈夫、こっちらマニューステップジブリナイスあるから。マニューステップジブリナイス、なんか森ってなった今。モリアーティ教授になったぞ今。あ、やばい、来た来た、いけるいける、こっち、これこれ、これね、これやね、インク消費量 2% 半額、半額ではないけど。これが半額の力ですよ今回。ほんまインク、インク消費半額やから、もう半額言うても過言ではないと思う。半額の力見せていこう。これはシューっていかれて、これどうする。あ、お花スペースベジェットパックでやればいいんじゃないの。これそこにもおるくない。あ、ここおる、ほらほらおる。はい、ドーンドーン、オッケー、ドンキホーテイ。これやられるかもしれん。あ、生きてる、これ、ま、マニューステップ、うわー、マニューステップ自分にナイスってありがてえな。あ、なんかおる。ごちそうさまです。さあ、これもう突っ込みましょう、最後はもう突っ込みましょう。ほい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 。やばかった、ワンちゃん負けてましたね。生きてた自分に感謝を捧げつつ、これが皆さん老舗のマニューステップジブリナイスですよ。もう正直ね、もうわけわからんとね、いつの間にかサンタモニカで試合終わっててね、ほんで負けててね、残念無念、またチャップやん。あかん、僕じゃ最強時代取り戻されへん。はい、じゃあラストはムツゴロウでしっかり勝っていきましょう。やっぱ1回目負けて2回目負けて3連敗とはやっぱ言わされへんから、3連敗とは言わせねえよみたいなさ、我が家さん言うてたやん。言わせねえよってさ、芸人さんの。それ行こうぜ、負けさせねえぞと。なんかよくわからんけど、マニューステップジブリナイス、これだけは僕わかるからさ。しっかり頑張っていきましょう。さあ、こっちからこんな感じで立ち回って、ああ、倒してくれてますね。ということは、下に3人おるのか ?3 人おるかね、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 どうなんだね、どうなんだね。お肌スベスベジェットパックからで、こうやって攻めちゃうよ。後ろからチャップがこうやって、お肌スベスベで、来ちゃうよ、ほんま。来ちゃうよ、来ちゃうよ。お、誰も倒せてない。うわお。やばい、化粧塗りが、化粧の塗りが悪いわ。やばい。このままでは乙女チャップになられへんぞ。やばいやばい、乙女番長として有名になるためにやっぱ化粧の乗りをいかにこうプルプルにするかというとこ大事やからさ。そこおる、オッケー、分かってた分かってた、オッケー、グーグル。さあ1枚、勝つために着実と、着実とモリモリ敵を、木の人を取っていきましょうか。うん、上はチャージャーの人おるけど、あ、これ僕とやってくれる、もしかして。オッケー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 、うん、大丈夫かな、降りてけえかな。オッケー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 、めっちゃ素晴らしいやん。いいよ、このままさ、あ、来ました来ました、このまま行きたいわけやけど、これお肌スペースでジェットバックね、ここピカピカにしよう。お肌今化粧のノリが悪いからさ、これでもシュッて敵の人がゴリってくる可能性があるんで非常に怖いんですが、大丈夫、でも意外と平和か。あ、来てる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 、おら、ドカーン、オッケー、はい、これで化粧のノリ、はい、チャップはお姉になりました。なんだげーって、スベスベーって言っておきましょう。さあ、いい感じ、絶好調でございますよ。もう勝つから、ほんまに3試合目は僕勝つよ、勝つために来たんやと、チャップは勝つためにこの地上に生まれてきたんやと、すまん。あとは頼みました、味方の人、まあ優秀やから、うちの味方の人見てくださいよ、これもう僕がデスしても大丈夫、もうむしろ僕歩いてるだけでええんちゃうかっていう、この仕事量、もうほんま感謝、あ、おるな、そこ行くわ、ちょっと味方の人、ほんまバルバルバル、ちょっとサポートするわ、サポート、あ、バレてた、バレてたか、お、バレてた、オーケー、あっぷねー、あ、そこもおるな、そこもおる、しっかりカバーしていく、カバーしていく、オーケーオーケー、こういうことでしょ、カバーしていく、カバーしていくよ、しっかりしっかりカバーしていく、しっかりカバーしていく、うー、射程負けしてる、これ登ってくるわ、ぬわクイックボム行った。それいけ、先輩マンや、
先般マン、先般マンって言わないでよ、お願いよ、私もしっかり戦ってるんだよ、言うときましょう。オッケー、クイックボム見たよ、ほんま。これ、くる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 、分かってる分かってる分かってね。でも後ろもんね、やばいね、やばいね。あ、お、すごい、待って、インク管理がさ、持ったわ、これ、やっぱり。え、2% のさ、めっちゃあるかも。本当に、今めちゃくちゃ 2% のさを感じた気した。あ、これ、勝てるけど、あ、やばい、消えた。あ、もしかして、忍者のイカ、うわーここ忍者のイカや、忍者のイカをもっと早く把握してれば、今のはちょっとごめん、味方の人許して、バルンバルンバ、どうぞ僕のあのプレゼントよ。え、これもしかして3連敗チャップスーパーウルトラデーになるかもしれません。うわこれ絶対負けたやつやけど、皆さん強いよ、まあ、強いかどうかは、まあ、プレイヤー次第というところがはっきりいたしましたけれども、インク管理がおじいちゃんになりやすいっていうのがなくなったから、この2パーはめっちゃでかかったからさ、そこめちゃくちゃ噛み締めてね、頑張ってスプラトゥーンやっていきましょう。ということで次回チャップ勝つということで、次回予告終わったんで終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ではバイバーイ、yeah!